はい、どうも、アスターの食べ頃です。セレカンバックリーバーセレクター診断カード紹介やっていきましょう。今回紹介するのはこちら。はい、元帥姫エルドラメモリアですね。レベル3、青の水準をしぐいでパワー1万あります。効果の方を見ていきましょう。まず、常時効果。このしぐいのパワーはあなたの手札2枚につきパワープラス1000される。自動効果、アタックした時、デッキの上からカードを3枚見る。その中からライフバーストを持つカードを好きな枚数公開して手札に加え、残りを好きな順番でデッキの一番下に置く。メモリー仕組みで登場したエルドラ、ライフバーストを持つカードを参照するという非常に珍しい効果になっています。こちら使い方見ていきましょう。まず一つ目の効果。アタック上能力も、含めてですね、手札が増えるため、バトルにも優位になっています。相手ターン中に手札が6枚の場合、パワー1万3000ラインになりますので、除去しづらい効果になっていくかなと思います。はい、そして特徴的な2つ目の能力ですが、こちら、サーバントシャープを手札に加える点が非常に優秀ですね。デッキトップ3枚見てガードを手札に加えるということで、ハニエルをね、彷彿させるような効果になっていまして、正直手札、3枚見てガードを引けるっていうと結構引けるような気がしますので、このあたり結構いいかなとは思います。はい、またですね、3枚のうちのライフバーストを手札に加えるので、全部がライフバースト、成功すればですね、手札3枚、増えますので、ノーコストで3枚増えるということで、破格のスペックになっています。またですね、こちら手札を加える、効果になりますので、ノートルダムの回避をすることができますと、非常に優秀な感じですね。一方で、ライフバースト持ちを手札に加えるということで、自分がノートルダムを使う場合には、ノートルダムを手札に加えやすく、他にもハンデス系の青のスペルも手札に加えられると。いうことで、結構ハンデスとも意外と相性がいいのかなと思います。はい、それでは相性のいいカードを見ていきましょう。アタック後に手札が増えるという性質がありますので、相手単純に手札を必要とするカードは非常に相性がいいんじゃないかなと思います。例えばですがこんな感じ、 MGD だったり各種3面止めの、アシストレルですね。あと今回新しく登場する新ピース、ガーデンオブシンギュラリティと、MGD とガーデンオブシンギュラリティなんですけども、ルリグの要求を防ぐカードになってますので、青という、カラーの都合上、そうですね、ハンデスとかに寄せた場合、長期戦になったりはするんですけども、ルリグ要求を防げるというのは非常に、戦略にマッチしてるんじゃないかなと思います。リオンディスリスペクトとマドカクラップに関しては3面止めの、シグになってますので、こちらはシグニを要求を防ぐと。基本的に相手単純手札を必要とするカードっていうものは、要求を防ぐような場合に、コストの要求が重いので、そちらに使っていくといいんじゃないかなと思います。はい、あと当たり前なんですけども、手札枚数を参照するカードと相性がいいかなと思います。このあたりですね。特にですね、水準のクラスのシグニに関しては手札の枚数で、パワーパンプするもの等が多いので、相性がいいかなと。あとアタックした次のターンにはなるんですけども、ピルルクの手札差ですね、を参照するカードも非常に相性がいいかなと思います。正直ですね、ノーコストで、2枚3枚引かれるとですね、手札のハンデスとか間に合わなくなりますので、非常に相性がいいかなとは思います。実際に手札に加える効果の、期待値についてちょっと考えたいかなと思います。はい、まず期待値についてなんですけども、普通に考えるとですね、ライフバーストのあるとなしに関しては20枚20枚で半々にはなるので、期待値としては、だいたい1から2枚前後になります。正確に言うと 1.5 枚なんですけども、1枚の場合もあれば2枚の場合もある。それが一番、品質される値としては大きいっていう感じですね。で、逆に0と3枚っていうのはほとんどないっていうような感じですね。なので、ほぼほぼですね、最低限1枚は、手札に加えられるっていう効果になってますね。はい。なんですが、デッキ内に残っているライフバーストの枚数に応じて、期待値が上がっていくので、デッキの構成を考えることで、2枚ぐらい見込めるんじゃないかなと思います。例えばなんですけども、ライフバーストがない、レベル1のシグニを多めにしておいたりすると、引き直しでね、山札ライフバースト持ちを戻しやすいということがありますので、デッキの構成見ていただいて、序盤に使いたい LB なしですね、のカードがたくさんある場合に関しては、結構期待値は上がりやすいんじゃないかなと思います。またですね、期待値を上げるために山札を見てデッキの一番下に戻すカードとも相性がいいと思います。例えばこんな感じ。ハニエルがよく使われますけども、アシストレリグでも白のアシストに関して言うと、デッキトップを何枚か見て残りのカードを下に戻すっていうカードが多いですね。なのでこれらのカードでライフバースト持ちのカードをデッキの下に戻すということで、終盤の期待値を上げられるかなと思います。
特にですね、LB 持ちに関してはレベル3や終盤に活用するシグニーが多いデッキですと、まあ、山札に戻しやすく使いやすいかなと思います。なので LB 持ちのカードについてはですね、まあ、レベル3の以降で使えるシグニーだったりスペルが多いデッキだといいかなと思います。特にですね、レベル3以降に毎ターン出しておきたいレアリフバースト持ちのシグニがあるデッキですと、相性がいいかなと思います。はい。で、これちょっと調べてて思ったんですけども、ライフバースト持ちで要求を持っているシグニで、っていうのは結構少なめでした。まあ、ロイヤルブルーとか一応いるんですけど、はい。なので、ですね、色の特性上、まあ、シグニの要求自体がですね、まあ、少ないデッキって言えばいいんですかね。まあ、ハンデス戦略とか用いる感じがそんな感じになるんですけども、まあ、なので白青あたりのセンターリーグであれば結構運用はしやすいんじゃないかなと思いました。はい、またライフバースト持ちのカードについてなんですけども、2面止めで9レベル2のシグニですねを大量投入するっていうのもちょっと面白いかなと思いました。というのはですね、ライフクロスに埋まっている場合でしたら防御数増やしますし、もし手札に来て場に出すのであればパワー1番のシグニとして運用できて、まあ、最悪手札に余った場合はそのままコストにしてしまえばいいということで、まあ、どこにいても役割を持てるようになるわけですね。でですね、これらのカードって一応ですね、性質上引き直してデッキに戻しやすいっていうところもあり、まあ、山札に残りやすいというところもあるので、まあ、結構相性がいいんじゃないかなと思います。まあ、防御数が増えるとその分ゲームが長引きますので、まあ、青のハンデス系とも、まあ、噛み合いがいいというような感じですね。はい、ここまではライフバースト持ちのカードについてお話をしたんですけども、一方でライフバーストなしのシグニについてちょっと話をしようかなと思います。終盤で使いたいライフバーストなしのカードに関してはエルドラでは手札に加えられませんので、まあ、実は使いづらいという感じですね。まあ、例えばこんな感じ。傾向を見てみるとですね、ライフバーストなしのシグニに関しては要求持ちが多くて、まあ、正直山札を下に戻したくない場合が多いんですね。で特にですね、ハーモニー持ちはライフバーストなしが多くて、まあ、ハーモニーって結構強力な効果が多いんですけど、このあたりはですね、山札の下に戻りやすいという傾向がありますと。はい、なので、ちょっとデッキ構築を見直す際に、エルドラを採用する場合は、少しちょっと、意識するといいのかなと思いました。はい、ということで、減衰姫エルドラメモリアですが、ガードを含めて、まあ、最大3枚手札に、補充できる破格のスペックを持っています。で、まあ、お伝えはしたんですけども、なんかメインギミックで使うというよりは、サポート的に手札を増やしていく使い方になっていくんじゃないかなと思います。まあ、とはいえですね、非常にユニークな効果で、まあ、デッキボトムの操作と、あとはライフバーストを参照するカードであったり、あとは手札誘発するカードですね、が今後出てきたら、また活躍の機会が出てくるんじゃないかなと思います。一応、現時点に関して言うと、青のスペルがライフバースト持ちで強力なものが多いので、まあ、このあたりと一緒に使う、まあ、ハンデス系ですね、のデッキの手札補充のカードとして使うには非常に強いのかなと思います。で、今回ね、ディスカバリーっていうエルドラをサーチしつつ、エルドラからもサーチできるスペルも出てきてますので、スペルを使うデッキとは相性がいいかなとは思いました。はい、ということで、カード紹介の方終わりたいと思います。それではまたね。